1年前から繊維筋痛症という全身に激痛が走る病気にかかってまして毎日戦ってます。四六時中も立ってる生活、立ってるのも辛いんですけども、で寝込んでるのも辛くて、とにかくこの触るとこ触るとこは全部痛いもので、服着てるのも辛い状態なんです。それでも40カ所近くの病院を転々と回りましたが、結局対処療法でしかないって分かりまして、先生の YouTube 何回も拝見しまして、もうこれは自分で治すしかないと、自分で作った病気なので自分で学んで治すしかないと決心しまして、今日伺いました。あるとんでもない治療を受けてしまいまして、東京の方で気候による治療で、その手から出るエネルギーで体の中のその老廃物を全部出して表面に浮き上がらせてもらうっていう動画を受けたんです。すごい量の老廃物が表面に出てきたんですけども、その筋膜というんですかね、ところにボコ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 残ってしまって、結局自然治癒力で出るってことになってたんですけど出なくて、それがまたこう砂利のようにいっぱいあるもんですから、それがもう当たって当たって、とってもそれが辛くて、ブツブツね、それちょっとやってみようか、ちょっと触ってみて、今それがやる前の状態で、まあ、どんなもんか知ってますから、そういう人って結構いるんですよ、結構多いですよ、お腹とかね、足とかもうブツ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 というか、もう脂肪がババーっていっぱい、頭皮の崩れたやつがもういっぱいこうあるようなね、そうでしょ、もうデコボコなんですよ、分かってますよ、ちょっとそれに対して、それの原因ですね、言葉を出していけば、原因は未来、現在、過去、過去だって、過去っていうんだったら、10ヶ月ぐらい前が結構うちは数字が高いですよ。そこに原因、じゃあそこに時間的にはそうです。それは肉体的な問題。肉体的な問題というと、上から下をずっと見るんですよ。上から下まで見て、足首から下、両方とも足首から下です。足首から下で、左はそれは修正物、修正物、1,2,3,4,5,6,7,8,8割、左足は修正物、右足は足首から下、右足は虚物がほぼ 100% です。じゃあ虚物が何、右足の虚物は虚物に絡まる靭帯、靭帯だって、虚骨と立方骨、虚骨とここの靭帯がくっつきすぎてる、これを離さないといけない、離すためにはくっつけること、離すためには一回くっつける、そうすると反発で広がっちゃうわけ、広げると反発でくっついちゃう、だからこれは思いっきりくっつける、どの方向で、それはこっちの角とこっちの角だから、こことここをくっつけるんだって、この関係、okay、ここは第三結束骨に向かってまっすぐよりは5度違う、ここをやってんじゃないですよ、脳ですよ、ここから今必要としていることを、脳が必要としていることを出して答えるために、ここをやればその答えが脳に届くということなんですよ。だからここ、まあ、大事なの、もう大事なんですけど、 OK、 で今ちょっと触ってくれる、どう、ちょっとですね、そうですね、自発痛があったんですけど、そうですかね、あれ自発痛があったけどないですね、触ると痛いですけど自発痛がないですね、自発痛、うん、あれ基本こうデコボコを自分の自力で出すことできないんですか、例えばランニングするとか汗かくとか、そういうんじゃないんですよ、脳はそう言ってない、な、医学的な知識考え方は全部違ってます、例えばこう人よりも域値が高いんですけども、痛みに関するとんでもなく高いと思うんですけど、それの関係でこれがあっても痛くなくなるっていうことはなるんですか、脳が感じなくなるってことですね、あっても痛くなくなる、うん、そういうことですね、そういうことです、うん、ああそれならありがたいです、うん、あったっていいんですよ別に、うん、多分不思議なことに
自分の趣味があってそれ没頭してやってると忘れるんですよね、うんうん、さっきそういうのを書いてありましたね、まあ、脳、そういうもん見たいですよ、脳ってるんですね、うん、だからさっき言ったその幸せホルモンですよ、うん、幸せホルモンが強いときは多分痛みは感じないと思いますよ、うん、でそういうことなんですよね、だから人の役に立つことをしたい、求めること